障大変だ。いや、どうしたんだい。いよいよ今週末発売、基本セット2019。4月14日には環境部品戦もあるから、皆さんぜひ参加してね。君も新しいカードを試してみよう。で、どうしたんだい。そうそう、この前魔術とメガネでイナゴの神の昆虫トークンが出てくるのを止めたかったんだけど、それは止められないよって言われて、結局そのまま負けちゃったんだ。とほほほほ。あ、それは起動型能力と誘発型能力の違いだね。え、能力っていっぱいあるの。その辺はちょっと複雑な部分はあるから詳しく見ていこうか。それでは解説編です。今回は能力の特徴と見方について解説をしていきます。細かいルールなどについては別の動画で解説していく予定なので、ぜひそちらご覧ください。それでは和尚、解説お願いいたします。はい、まず能力っていうものはいくつかに分けられます。1つ目が起動型能力、そして2つ目が誘発型能力、3つ目が常在型能力というものに分けられます。起動型能力っていうのはどういう能力ですか。はい、起動型能力というのはコストと効果がコロンによって区切られている能力になります。例えば基本セット2019でいくと、新規の考古学者が持っているような能力がこれに当たります。でコロンの左側に書かれている数字、この場合であれば青青3といったものが、まあ、コストで、右側に書かれているカード2枚引くという部分が効果にあたります。で特に制限が書かれていないようであれば、攻撃能力はいつでも起動することができます。でただし制限がある場合については、その能力の後ろの部分にこれは何々の時しか起動できないのような形で記載がされていますので、その指示に従うようにしてください。誘発型能力ってどんな能力ですか。はい、誘発型能力っていうのは、その誘発する条件とその解決される効果が書かれている能力になります。基本セット2019でいくと、鬼門のアルマサウルスのように何々の能力を起動した時カードを1枚引くのような形で、何々した時、何々するたび、何々時というような形の記載がされている能力がこれにあたります。でその誘発する条件の後ろに実際に起こる効果が書かれていますので、その能力の解決時にその効果に従うという形になります。常在型能力って何ですか。はい、常在型能力というのは特に何か文章の形式が決まっているわけではなく、単純に効果のみが書かれている文章になります。ほとんどのものであれば大体線上にあるとき、まあ、一部のものについてはその特定の領域にある場合にその効果が働き続けるという能力になります。基本セット2019の中でいくと、死の断尺、これは捕獲のゾンビとスケルトンはプラス1プラス1修正を受けるとともに接触を持つという能力を持ってますけど、これが戦場にある限りはこの能力が働くという形になります。それではマジックのルールについてちょっとしたクイズを出題します。あなたはわかるかな。はい、それでは基本編の問題になります。イナゴの神というクリーチャーがいます。このクリーチャー4つの能力を持っているんですけども、その4つの能力は起動型能力、誘発型能力、常在型能力のどれに当たるでしょうか。まず飛行という能力は常在型能力です。またトークンを生成する能力は、あなたがカードを1枚引く旅と書かれているので誘発型能力になります。また1枚引いて1枚カードを捨てる効果はコロンで能力が書かれているので、こちら起動型能力になります。死亡した時にオーナーの手札に戻す能力は死亡した時と書かれているので誘発型能力になります。はい、正解です。それぞれテキストに書かれている内容から能力の種類は判断することができますので、気をつけてみるようにしてください。はい、それでは応用編になります。応用編でのお題はアダントの先兵というクリーチャーです。このクリーチャー攻撃している限りプラス2プラス0の修正を得ます。さて問題、
この能力は誘発型能力ですか、常在型能力でしょうか、どちらでしょう。攻撃してる限り 2-0 修正受けるんですよね。はい、わかった。攻撃している時に 2-0 修正を受けるから、これは誘発型能力です。残念。この能力なんですけども、アダントの先兵が攻撃している限りと書かれています。なので誘発型能力を満たすための、何々するとき、何々するたび、何々時といった、そういった記述が一切ないものになります。なのでこの能力そのものは誘発型能力ではなく常在型能力となります。なのでスタックに乗りませんので、その点気をつけて使うようにしてください。ありがとう、おしょう。参考になったよ。また何か質問があったら来るんだよ。なんと第10回目の放送ではみんなからもらった質問に答える回をやるよ。おしょうに聞きたいことがあったらコメント欄にぜひコメントしてね。それじゃあバイバイ。